何とかしていただけませんか理事長。いけませんね先生、美容に悪いです。悪いのはあの子たちの方です。やりすぎですわ。私生徒指導顧問として。ん、また始まったあの人たち。イオリ、今日ナンパしに行かないか。やだよ、どうせまた女引っ掛けさす気だろう。今日はどうもステップが今一つだわ。それじゃあ流し目の研究でもいたしますか。3-10。また男子生徒を一人振ったそうだね、のりこ。余計なお世話ですわ、清志郎。そんな余裕ありませんでしょ。かわいい子供たちですわよ。理事長、社交クラブに囲碁クラブに、ロック同好会、暇つぶしに生徒会の運営もしてるのよね。それでもまだ暇を持て余して、なんとかっていうクラブ、あら、なんてクラブだったかしら。その名の通り勇敢クラブ。何度見てもすげえうちだよな。すごい、あとちょっとで高校女子の新記録よ。ユーリ、オリンピックだって夢じゃないわよ。冗談じゃないよ。そういう面倒っちいことは性に合わないよ。そんなもったいないわよ。全ての能力が集まった化け物みたいな体力なのに。余計なお世話だ。見てばっかなんだから。カレンは泳げるんだろ。競争しよっか。やめてよ、美しい女はがむしゃらに泳いだりしないのよ。カレンの水着は男に見せるためにあるんだよな。そういや、もう一人のナルシストいないじゃん。一緒にしないでよ。美堂なら教習所に通ってるみたいよ。へー、あの美堂が真面目に。ということは教官が美人。大丈夫美堂ちゃん。美しい方の隣で緊張してしまって先生、免許を取ったら赤いフェラーリに乗って迎えに行きたいな。いいですか。もちろん、運転変わってあげたいくらいよ。あー、ビビビだと前前。えっ、最近事件もないし退屈よね。そうだ、玉自慢と福娘の特訓しよう。特訓？あいつら泳げないんだ。あら、ちょっと遊んじゃった。すいません、ユーリいますか。あら、ミロクちゃん、お久しぶり。おばさん。ああ、いや、やめてください奥様。あら、いいのよ、この格好が一番好きなんだから。いけません、私たちが執事の五代様に怒られます。いや、取れたがや。うまそうな大根がいっぱいだがや。あけみ、さゆり。わか、なんというお姿を。顕微子財閥の宗主でありながら、この五代あまりにも情けのうございます。見かけも派手だが、蓋を開ければもっとすごい。こら、逃げるな、タマフ。やあ、ユーリ。ミロク、どうしたんだよ。いや、男山の散歩してて、ついでにさ。だけど、どこにいるんだよ、あいつは。表でバテてる、バイクの後ついてきたんでね。ちょうどいいや、男山で浦島太郎ごっこでもするか。ダメダメ、あいつ泳げないんだ。うそ、犬のくせして。よし、みんなまとめて特訓だ。タマフク、男山、特訓するぞ。タッハッハッ。
清志郎、囲碁のお相手してくださらないなら私帰りますわよ。日課なのでね。のりこ、退屈ならユーリのうちのプールにでも行きますか？嫌味ですわね。私が泳げないの知ってるくせに。少しは泳げた方がいいですよ、のりこ。溺れた時のためにもね。ご安心を。私水には近づかないようにしてますから。はい。ああ、なんだ、ミロク。どうした？え？ユーリが誘拐？え？誘拐ってユーリじゃなかったのか。誘拐されたのはタマとフクと男山。ああ、つまり猫と犬ですのね。そうなんだ。どうしよう、セイシロウ。どうしようと言われてもね。来た。おい、てめえだな。タマとフクは無事なんだろうな。男山は？ああ、大丈夫だ。大事な金づるだからな。いくらだ、いくら欲しいんだよ。3億円だ。3億円？5時間やる。いいな。5時間以内に3億円用意しろ。待て！おい！猫に3億、どうなると思います？さあ。バッカバカしい。あんな雑種のタダでもらった猫の一体どこに3億円の価値があるんです？豊作兄ちゃん！五代、警察に電話して取り締まってもらいなさい。父ちゃん、タマと服を助けてくれるよね？3億円出すよね？ユーリ、そんなに猫が好きなら血統書付きのを買ってやるよ。他の猫なんかいらない。あいつら、あたいがミルク飲ませて育てたんだぞ。ガキの頃はしょっちゅう病気してた。あたいが丈夫にしたんだぞ。兄ちゃんのバカだね。わかるぜ、ユーリ。俺だって男山をそうやって育ててきたんだ。おじさん、3億貸してください。俺一生働いてでも絶対に返しますから。いや、そう言われても困っただな。出しましょう、3億。五代、すぐに用意しなさい。は。お母さん、あんなダネコに。出すだかね。お黙りなさい。タマと服はうちの家族です。うちの男どもはそんなこともわからないんですか？たった3億4億のはした金でこの剣菱の信頼が揺らぐとでも言うんですか？あなた！はい。これが明美とさゆりだったらどうします？うんなもん出すに決まってるだがや。こいつらわしが卵から返して。はぁ、ゆりわしが悪かったがや。おめえの気持ちも考えんと。どういたしましょう。出すしかないだろう。誰も母さんには逆らえないんだから。会話の次元が違うわ。今取り庭で3億円では、お金の手配はしてまいります。その必要はありませんな。お、親父、どうしてここに。事件あるところに警視総監松竹梅時宗あり。東京はおろか、日本中いずこからでも事件の匂いが私を引き寄せるのです。しかし剣菱さん、正気の沙汰とは思いませんな。犬や猫に3億円だなどと愚の骨頂、見逃すわけには参りませんぞ。何を言うだ、おめえにそんな指図される覚えはねえんだ。いや、こんなバカなことが成功すれば日本の治安は乱れるばかりですぞ。おっちゃん、男山も一緒なんだぞ。平気なのかよ。わしとてあやつは可愛い。しかしやつも警察犬の端くれ。許せ男山、せめてお前には立派な墓を建ててあげよう。何を勘違いしてるんですか、松竹梅さん。あなたの仕事は犯人を捕まえることでしょ。それとも犯人を捕まえる自信がないのかしら。何でしたら見せていただきましょうか、日本警察の底力を。3億円捨てるかどうかはあなたの采配次第。よろしいですわね、松竹梅さん。すごい、完全に飲まれてる。おばさま怖い。逆らえないわけだよ、ほんと。あ、
トランシーバーと時計だわ。オーディオタイマーだよ。アンモニア臭だ。プラスチック爆弾で爆弾。ユーリ君、できるだけ話を引き伸ばすのですぞ。待ってる。もしもし。いや、プレゼントはお気に召したかな、お嬢さん。どういうつもりだ、あの爆弾。金なら用意できてるんだぞ。ほう、よくわかったな。あれと同じものがペットたちのそばに置いてある。深夜0時にセットしてな。なんだと。心配するな、金をもらえば場所を教える。今すぐ金をリュックに詰め、甲州街道から新宿方面に車を走らせる。あとはトランシーバーで指示する。警察諸君、下手な手出しをすればペットの命はないぜ。くそ、いまいましい小っぱめ、断じて捕まえてみせるわ。けどペットがドカンですよ。バカ者、この博士の時宗、居所など簡単に吐かせてみせるわ。さすが警視総監、頼もしいだが、やよし、ジェニコはわしが持ってくだ。頼むぞ満作。うう、申し訳ありません。若様の車を見失ってはいけませんので、つい弱がけて。総監、首都高に入りますよ。バカなやつだ。この時間首都高は渋滞だというのに。よし、全ての入り口をマークさせろ。これで犯人は首都高に閉じ込めたも同然だ。首都高に入らないんでございますか。ええ、このまま下を走ってください。ミロク、時限爆弾はどうでした。ああ、信管は埋め込まれて取り出せないし、リード線を切ったらサーキットが働いて爆発する仕組みになっていた。ということはつまり捨てるしかないってことか。冗談じゃねえよ。ユーリ、多分あれは脅しですよ。本当にセットしてあるとは思えない。脅しじゃなかったらどうするんだよ。捕まえるしかないってこと。そろそろだぜユーリ。ああ、そうか、止まりました。来るぞ来るぞ来るぞ、現れたところで踏んじまれ。はい、はい、ん、あ、どうすんだこんなとこで。そこから金を真下に落とせ。なに、待てよ、まさか。よし、しまった、お前ら追え。そんな、うるさい、さっさと飛び降りろ、逃がすな。全パトカーに着く、全パトカーに着く。犯人はバイクで逃走中。幹線道路をすべて封鎖せよ。いよいよだ、準備いいかい。オッケー、スイッチオン。お嬢様、ご分をお祈りいたします。行くぞー。うぃー、パッコー、すげー好きだ。褒めてほしいね、俺のメカニックが。おっしゃ、必死に暮れ夜、わがままな女神たち、大吉な画面から、誰かが呼んでる虫、この手に逃がすか。踊らせて、この世を始めるぜ。サイクリニックミー、シックシーリアクション、サイクリニックミー、シックシーリアクション、サイクリニックミー、シックシーリアクション、サイクリニックミー。無茶ですよ、五代さん、二人に任せましょう。なじませんです。おっと、死んでもお嬢様を。いい加減にさらせ、この野郎。ほら、
うわあ、あの技は。ミロくん、この野郎ぶっ殺して。そう、離せこの野郎、離せったら。あうわうわ、ザガミロ、これで3億円は俺のもんだ。大丈夫か？お嬢様ご無事で。あいつ武道。ずいぶん騒がしいな。何かあったのかな？そうね。でもお願い、今度は前見て運転してね、美道ちゃん。さっきはすみませんでした。先生を傷つけてしまって。いいの。そんな切なそうなお顔しないで。ほら見て、教習所に着けば本面合格よ。はい、頑張ります。この野郎、弾と服はどこだ？ユーリ。男山たちの居所が聞けないじゃないか。バイクも盗難車だと言うし、顔の怪我がひどすぎて身元も割り出せないだってさ。もうこれじゃ犯人捕まえても意味ないじゃないの。ごめん、知らなかったんだもん。とにかくこれは顕微主家の内情に詳しい輩の犯行として、目下東京中そんな悠長なことを言ってる場合か。そうよ、もう5時なのよ。もう警察なんぞ当てにしねえだ。なんだぞ五代、金なんかいくらかかっても構わねえから、マスコミを総動員して徹底的に探させるだ。はい、若様。何をぼやぼやしておるか。もしも12時までに犬猫を見つけなかったら、お前ら全員減俸だぞ。ご通行中の皆様、こちら警視庁です。ただいま写真の犬猫を探しています。この顔にピンときたら110番。どのチャンネルでもやってる顕微視財閥の力に私感動しますわ。下もすごいぜ。よくもこんなに集まったもんだ。な、こんなんじゃない。違う違う、みんな違う。どうしよう、もう6時だってのに。どっかのビルなんだよな。ユリ、見覚えないか？そんな部分写真でわかるかよ。そういえば清志郎がいない。どこ行ったんだろう。知るかよ、まったくこんな時にどこ行っちまったんだか。おふざけが過ぎますよ、王将。不義理な弟子の腕を試したまでよ。姿は見せんが腕は落ちておらんようじゃな。まったく、来るたびにこれでは持ちませんよ。今日こそはご自分で障子を張り替えてくださいませよ。と、己の欲得のために生き物を危険にさらすとは罰当たりな。ろくな御所を迎えんわ。武道の神様、人間国宝になられた和尚の力、ぜひお貸しください。あって、拙僧に一体何ができるかの。1年前の少林寺全国大会のリストを見せてください。僕の記憶が正しければそいつが出ていたはずです。1年前、お前が制覇したあの大会か。僕は直接対戦していませんが、あの回し蹴り、左下がりの構え、覚えがあります。聞いていたか。すぐ調べてやりなさい。あ、清志郎の頼みじゃ断れんわい。ありがとうございます。障子の張り下手ですね。お礼に直して差し上げましょう。バカだれ、このアンポンタン、もう10時だよ。あと2時間
また犬猫を回収してきました。見分けてもらいたいんですが。あ、わしが行くだよ。私も付き合うぞ、万作。ああ、イラつく。こういうのって好きじゃないのよね。何かできることないのかしら。静止ろ、お前どこに。ま、わかった。犯人の身元が割れた。よし、出動だ。末広一馬32歳、少林寺の有段者で、半年前に倒産した白菱電機の行員でした。白菱電機。なるほど、あの犯行にはうってつけだな。そいつの家に行けばメモかなんか残っているかも。あ、白菱電機ってうちの子会社の子会社の、そんなまた子会社じゃないか。そうなんです。それで犯行を確信したんですがね。あそこなら工場が潰れたまんま残ってんだよ。もしかしたらそこに。何？八王子に弥勒たちが。よし、そのまま追いかけろ。場所が分かっただか。だとすれば満足、我らも行こう。警視総監の名にかけても彼らより早く助け出さねばならん。んだ、アンポンタンの汚名を挽回するだ。ここだ。タマ、福。男山。タマ、福。男山、どこにいる。タマ。男山。いた。あっちだ。あそこだ。よし。ロック、何やってんだよ。くそ、錆びついて。タマ。男山。よかったわね。とにかく大団円ですわ。ユーリ、僕の勘が外れたようです。リチニな犯人だ。うわ、捨てるしかない。爆弾。爆弾。爆弾。おお。今ガッチャンって言いましたわよね。ダメだ、ガクギが降りちまった。あ、窓ないの。地下に窓があるわけないだろう。あと21分。ダメだ、開かないよ。何が大大変よ。こんなところで死ぬのなんて嫌よ。そんなことならもっと遊んどくんだった。こうなったら万に一つのチャンスでもかけてみますか。やる。せっかく見つけたんだ、諦めてたまるか。前向きでいいですね。うわ、何をなさるの。水の出口がないんだぞ。ここで溺れ死にさせる気か。水圧でドアを破るつもりか。万に一つのね。とわっ。私、泳げませんのよ。ノリコは僕に捕まれ。ユーリ、ミロク、自分のペットは何とかするんだ。急げ、あと10分しかないぞ。ジレッテがセスナキにすればよかっただから。ほら、暴れるな。ただでさえお前なに。猫がなんだ。このデブ背負ってみろ。しっかり捕まって、ノリコ。水の方から近づいてくるなんて考えませんでしたわ。あっち行け、あっち行け、あっち行け。何してんのよ、ビンド。 あと7分。天井に近いし、どっちにしたって死ぬんだよ。でもないこと言うな。後ろ、助かったら私絶対水泳習いますわ。ああ、そうしてくれ。疲れた。もうダメ。総監、危険です。あと2分ですよ。ざけんじゃねえ。命が惜しくてお上の仕事が務まるか。ノリコ、ちょっと我慢してくれ。何をやるの。あれだ、まさか地下から奇怪な音がするぞ。あそこだ。ドアが揺れてるだよ。もうすぐ爆発するぞ。爆発。
生きてるのね、生きてるのよ、私たち。つらかったですわね。なんだか急に腹減ってきちゃった。どこまでも強靭なやつ。そういえば総監とケンビスさん、どうしたんですかね。さあ、わし生きていくのが嫌になっただよ。母ちゃんには叱られ、娘からバカにされ。何を言うか。お前が死んだらわしは悲しいぞ。あのラバオルでも生き抜いてきた二人ではないか。時宗、いい友達だがや、所詮我らの気持ちは戦友にしかわからん。時宗万策。私言ってません、そんなことを。言った、あのどさくさの中で。確かに一日で泳げるようにしてやるよ。私に任せな。のりくん、やっぱちょっとは泳げなきゃ。人の不幸で遊ばないでくださいな、このイワシたち。考えた体を投げ出しながら、遊びがまた始まるぜ。お前のドアを叩いて Baby、 何もかも全て筋焼き通りじゃ。真夜中に熱いシャワーを浴びようぜ。お隣が愛を繰り返し Baby、 狂いそうだぜお前の腰に。Shake, shake, shake it down, 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 down.
Shake it, 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 sh